これは我々もちゃんと個性がすごいを、はい、随所随所に入れていかないといけないんじゃないですか。押していかなきゃいけないですね。個性出していかなきゃ。もう山下くんの服装は個性がすごい。それ何ですかその服は。これはチョコですね。黒ベースにクマの形をしたチョコやら板チョコやらが散りばめられていますね。そうですよ。クモやらピストルまで。ピストルやらウサギやら。これ実はですね、非常に岡本くんが着てそうな着てるんです。嘘。岡本がすごい。すごい。どうした？言い方じゃないですか。なんでお揃いなの？いや買ったら。来てました。なんか、そのお店、君たち好きだよね。このお店僕たち好きですね。ねえ。しかもちょうどタイミングが本当にバッチシ合ってて。おう。同じ現場で？同じ現場で、ちょうどすれ違うことが起きてて。おう。アニメジャパンの時も、1日目は僕がこれを着てて。おう。で、2日目はのびこさんがこれを着てるっていう。わー。でも、今までダブったことはないんですよ。一緒になったことはない。それだってね、朝出かける前にちゃんと今日はやめようねっていう話してるんでしょ。してないですよ。やめてくださいよ、そういう裏事情。裏事情。